強くなるとかいう時があるが、本来生物にとって勝利は生、敗北は死を意味する。例えとしては極端だが、事実人間の本質にもそれは残っている。敗北の恐怖を知った人間は勝利に飢える。勝つこと以上に大事なことはないんですか？ない。漠然とした理想など無力なだけで。弱いものがこんなに悔しいなんて思わなかった。悟らせてやろう。お前の努力と自信、いかに無意味なものかをな。人間の最も原始的な感情って何かわかる？恐怖よ。世の中には孤独を好む者も多い。しかし孤独に耐えられる者はない。